はい。ヒガマラの先ほどに実況パート56ですね。やってきます。前回で、まあ、あれですね。アザミさんの復讐のアザミの話を終えて、マサアキくんと、まあ、ゆかりちゃんがね、なんとか、アザミとスミレ姉妹に、まあ、打ち勝ちというか まあ、ほぼほぼ負け状態から、まあ、どうしてこうなったみたいな感じでね、ゆかりちゃんがなんとか、力を得て、ね、まさきくんたちを救うことができたのかわからないですが、まあ、とりあえずは落ち着いたということで、いじめがなくなったということでね、クラスが。じゃね、次の話やっていきます。タイトルが、なんと、ヒガンマの咲く前になんですよね、これ。タイトル的になんかすごいラスト変わりますけど、でも確か8話まであったはずなんですよね。まあ、これを見ていきましょう。はい。ヒガンマの咲く前にか。その日、かつての学び屋は、旧校舎という名前になった。あ、やっぱ前っていうからには昔の話なのか。町の合併と大規模な再開発に伴い、いくつもの学校が統合され、巨大な新校舎が誕生したのである。いくつもの学校出身の生徒たちが一つの教室に入り混じり、そこには新しいカオスと新しい社会が誕生した。新しい学校にはまだ秩序もルールもない。恐れるべき怪談も七不思議もまだ誕生していない。それまでに類を見ないほど大勢の子供たちが集うその学校には、方々からあらゆる妖怪や悪霊が集まってきた。ああ、なるほど。この生まれたばかりのカオスを自分の縄張りにしようと、狩り場にしようと、無数の妖怪たちが集まってきた。なるほどね。新天地を目指してみんな来たわけだ。俺の場所だ、みたいな。今学校には名もなき無数の妖怪たちが、え、これなんて読むんだ？これ調べて出てくるかな？ちょっとやってみますね。あ、でもバッコっぽいな。バッコかな？はい、見てきました。バッコですね。まあ、どう調べようかなと思ったんですけど、まあ、もしかしたらバッコって読むかと思ったらバッコでしたね。バッコしているですね。妖怪たちがバッコしている。もちろん無慈悲な妖怪たちに妖怪同士仲良くしようなどという気持ちがあるわけもない。この巨大な狩り場に自分の縄張りを広げようと、妖怪同士が殺し合い、喰らい合う。新しき生徒たちだけでなく、妖怪たちにとってもそこはカオスのるつぼだった。彼女はそんな学校に生まれた妖怪の一人だった。よりしろは西洋人形。今では旧校舎と呼ばれる校舎の保健室の薬品棚の上に、今、ああ、そういうこと、今では旧校舎と呼ばれる校舎の保健室の役員棚の上に長年飾られていた人形だ。それが新校舎の保健室に移され、ああ、そういうことだ、びっくりした。妖怪たちのカオスの中で意思を持った。彼女は踊り出した。夜の保健室で一人。そして自分が妖怪であることを理解し、自分のなすべきことを本能的に悟った。妖怪として生きるために、人間の魂を獲物とすること、そしてその獲物を奪われないために他の妖怪たちと戦うこと。おう。この巨大な狩り場を独占しようと、妖怪たちは互いが互いを憎み合い殺し合っている。生まれたばかりの彼女とて、それは例外ではない。より恐ろしい妖怪に見つかれば問答無用で殺される。百鬼夜行の校内で彼女が生き残るためには戦わなければならなかった。まあ、弱肉強食ってわけやない。まあ、妖怪も人間の世界も。朔之進ちゃんもその戦いに巻き込まれたの？ BGM が新しいし、ここどこだ？応接室的な場所？僕は違うよ。僕は学校妖怪じゃないもの。僕の祠は新校舎ができるよりずっと前からここにあって、僕もずっとここに住んでたんだから。朔之進はその幼そうな外見に似合わず、この巨大マンモス校が誕生する以前からこの土地にいる長老格なのだ。懐かしいね。混沌とした時代だったよ。有象無象の妖怪どもがぎっしりひしめいてやがった。どいつもこいつもクソガキどもの魂を独り占めしてやろうとギラギラしてやがったぜ。あ、みんなで集まって喋ってんのかな。ああ、そうっぽいな。あなたもその一人の一人だったわけですがね。てめえもその中の一匹だろうが。あ、あざみさんも。うふふふ。今では懐かしき、まさに混沌のるつぼ。私と姉じゃの姉妹タッグで、
海線、なんていうのこれ、海線、山線海線三線かなの妖怪どもを次々に葬ったのじゃ。マリエには想像もつくまい。それはそれは血で血を洗う恐ろしい時代だったのじゃぞ。そうだったんですか。じゃあ皆さんは全員その時代を勝ち残ったわけですね。俺様をやるのはぼんやり傍観してただけさ。物騒だったからね。この二人本当なんか理知的というか、理知的っていうんだっけこういうの、理性あるよね本当に。優しいイメージだわ僕たちは絵の中に隠れてたよ。あ、僕は絵の中に隠れてた。あの時代隠れはせるだけでもなかなかできることではありませんでした。そうだね。考えようによっては戦って生き残る以上に困難なの生き残り方だったかもしれんね。そして大勢の妖怪たちが淘汰されていき、力の優劣が次第に序列化していき、混沌していた子供たちも落ち着きを取り戻し、クソガキどもはようやく新しい校舎の七不思議をまとめたってわけさ。そして俺たち学校妖怪にも秩序が訪れたってわけだ。妖怪はやっぱり静けさの中に潜む方が素敵だと思うね。どうくんだね。ウィルとあの過酷な混沌は二度とごめんというもんだよ。マリエは己の楽に感謝すべきだぜ。お前がここへ訪れたのがあの時代だったら、瞬きを二つする間もなくどこぞの妖怪に食い殺されていただろうぜ。そんな時代もあったんですね。てか、ヒガンマナはいないね。かつて弱肉強食の恐ろしい時代があったという話はヒガンマナから少し聞いたことがある。大勢の妖怪たちが食い合い、殺し合い、その結果生き残って学校妖怪として君臨したのが今の彼らなのだ。校長先生。ああ。何その顔。どうしたみんな。なんか怪しい顔みたいな。やつ、怪しい顔シリーズこれ。学校妖怪に七不思議が定着し、彼らに学校妖怪七席としての序列ができて、ようやく殺し合いの恐ろしい、ようやく殺し合いの恐ろしい時代は幕を下ろしたのだ。ヒガンマナはものすごく強くて残酷で特に恐れられていたんだよ。うむ、昔のヒガンマナは実に恐ろしい残酷妖怪だったんじゃ。だな、あれでもあいつだいぶ丸くなったんだぜ。うふふふ。当時の彼女を覚えているものならば、今なお彼女を前にして震えを抑えることは難しいでしょう。この俺様でさえあいつが眉を歪めると今でもブルッチマンは。さっきマリエはヒガンマナのことを本人が言うほど残酷じゃないと言ったけれど、そう言えるのはあの時代を知らないからこそなのかもしれないね。へえ。まあ気にし絶対言うと思ったわまあ気にしないことです。子供たちも成長し、やがて大人になるように、私たち妖怪とて月日と共に変化することを避けられるのですから。マリエの存在が あいつをさらに丸くしているのかもしれねえな。ふっふっふ、かもしれんねえ、マリエ君。これからも彼女の友人でいてやってくれたまえ。はい。あの恐ろしいガンマのも変われば変わるものよの。うりゅう、うりゅう言うのやめなさい。ヒガンマのだって、いろいろな出会いで成長もするし、心だって変化するんだよ。妖怪だってそういうところは人間と変わらないよ。ヒガンマの絵面が熱苦しいな。ヒガンマのを除く妖怪たちがぎっしりと校長室に集まり、お茶会を開いていた。全員参加必須のお月見会ならばともかく、このような気まぐれな催しにこれだけの妖怪が集まるなんて珍しい。もうなんか最終話だからみたいなノリじゃないこれ。すいません。呼べば集まらないくせに、気まぐれのお茶会にはドヤドヤとこれだけの人数が集まってくる。天の邪鬼なのは、どうやらヒガンマのだけではないようだった。ヒガンマの不在であるのをいいことに、彼らが語る彼女の昔話は興味深かった。自分のことを誰よりも残酷な、と、強調?吉兆かな?する絶対違うな。なんて言うんだろう。ヒガンバナ。ちょっと調べますか。調べました。不意調っていう読むらしいですね。なんか、とりあえずやたらめったらニューフラスみたいな意味らしいですね。不意調って読むんだ、あれ。しかし、マリエは自称するほど残酷な人ではないと感じていた。かっこ気まぐれで天の弱な実にめんどくさい性格である点はもちろん譲れないのだが。そのかっこ別にいらないだろ。
そんな彼女がいつの頃からか丸くなり、やがてはマリエという友人を作り、少なくとも友人をからかって笑えるような血の通った存在に生まれ変わった。マリエには興味があった。かつて本人の自称と寸分たがわず残酷の化身であった彼女が、何をきっかけに今日のようになったのか。彼女を書いた何かにマリエは関心を持った。確かに気になるね。その話を、わかるのかな？その頃、ヒガンバナの姿は屋上にあった。その縁に、その縁？縁かな？腰掛け。長い髪やスカートを、風に任せ、眼下をぼんやりと眺めていた。眼下を二人の人影が歩いている。大人の男性の手を引いて生徒が敷地内を案内しているように見えた。何？おー宮武久しぶりだな。こっちが第二校舎で。あ、足元段差があります。ありがとう。助かるよ、野々宮くん。胸元には来校舎であることを示す名札が付けられている。少なくとも彼がこの学校の生徒でもなければ先生でもないことは確かだった。この場所がどんな光景かはよく覚えているよ。僕にとってここは思い出深い場所だからね。この学校がどんな光景なのか今もまぶたの裏に焼き付いているよ。それは楽しい光景ですか？はは、それはどうかな。僕のいた当時はいじめや乱暴がとても多い荒れた時代でね。十分今も多いわ。あ、大人の人か。あ、そっか、いたもんな。手を連れてって。男性は軽やかに笑う。その様子を見る限り、彼の在校時、あまり穏やかな生活ができたようには思えない。しかし、あれから長い時間が経っている。仮にいじめられていたにしても、その痛みはすでに癒され、思い出と忘却の彼方のようだった。僕は当時、この校舎裏がお気に入りでね、休み時間は必ずここで過ごしていていたよ。涼しいですよね、ここ。うん。人気もないしね。お気に入りだったんだ。男性は木の幹をなでながら当時を振り返る。僕は将来は画家になりたいと思っていたんだ。画家ですか？画家って言うとルノワールか？そう。感動や感情をスケッチブックに書き留めることに面白さを覚えていてね。毎日ここで一人喧騒を逃れ、目についた何かをスケッチブックに書き留めていたんだ。それはとてもとても昔の話。まだこの校舎が新校舎と呼ばれ誕生したばかりの昔の話。え、そんな昔の話だったらこの人いくつってなっちゃうけど。いくつもの学校が統合されたマンモス校の誕生。それは通う生徒たちに動揺と混乱をもたらした。そして彼らの混乱はそのまま人ならざる者たちの世界にももたらされる。混乱した魂たちのひしめき合う新たなカオスの誕生に、無造無造の妖怪たちが群れに群れ、狂乱し、跋扈していた。ギャ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 ！人間どもがいっぱいだぜ！暗い放題だぜ！なんてでけえ学校だ！クソガキどもの魂でギュウギュウだぜ！集まるんじゃねえや、クソ妖怪ども！こいつらの魂は全部俺んだ！邪魔すんじゃねえ、俺は腹ペッコなんだ！殺す殺す殺す！教室にも校庭にも廊下にも体育館にも、まるで小魚の大群が渦を巻くかのように無数の妖怪や悪霊がひしめき互いを喰らい合っていた。この学校にひしめく子供たちの魂、存分に食い荒らせるのは生き残った強い妖怪だけだ。生き残るには他の妖怪たちを喰らい誰よりも早く強くなるしかない。子供たちからは学校から逃げない。ならば先に喰らうべきは子供たちじゃない。邪魔になり他の妖怪たちだ。人ならざる者にしか見えることのできぬ弱肉強食の恐ろしい生存競争が学校中で繰り広げられていた。俺様が最強だ。俺様の邪魔をする奴はみんな食い殺してやら。食って強くなるんだ、食って強くなるんだ。ふひひ、弱そうな妖怪はいねえか。生ハゲじゃねえか。強い妖怪を食らえばたくさんの能力が加えられっぞ。俺たちクズ妖怪でも群れで襲えば勝てるぞ、勝てるぞ。弱い妖怪たちも巨大な大群となればそれは恐ろしい力を持つ。そのうねる巨体がいつもの教室を巡ってはそこを根城にしようとしていた妖怪たちを食い殺していく。ギャッハー、俺たちはクズじゃねえ。群れれば最強だ。もう今日職員室も俺たちのもんだぜ。次だ次だ。
文章がすげえ子供っぽいな。次はどこだ。保健室だ。保健室は変な人形に取り付いたやつがネジオにしてるらしいぞ。その超えた揚力、俺らで食い尽くしてパワーアップだ。大蛇のようなうねりが職員室を飛び出し、廊下で螺旋を描きながら、螺旋を描きながら保健室の扉を破って飛び込む。おお、服装がなんかパーティーの時に着てた時の服装ですね。保健室の妖怪踊る彼岸花はぐるぐると渦巻く妖怪たちの群れの中で、群れの中心で漂うかのように宙に浮かんでいる。その表情はまだまどろみの中にいるかのよう。ギャギャー、うまそうだぜこの人形。かなり妖力を溜め込んでやがる。その妖力いただきだ。食わせろ食わせろ。ん？ビビってんのかこの人形。何か言ってやがんぞ。小さい声で聞こえねえ。おいお前ら静かにしろ。お前、俺たちに食いつくされる前に最後の一言くらい言わせてやれ。なんだそれ。ぐるぐると渦を巻く妖怪たちの群れがビタッと止まり、台風の目の中のような静寂が訪れる。だからようやく彼岸花が口にした言葉が聞き取れる。食わせて。その表情は淡白なまま、眼差しは透明で遠く、心ここにあらずという感じだった。それを死、それは死を前に達観しているのとは少し違う。目の前の妖怪たちの暴風がまるで数枚の木の葉が舞うつむじ風程度にしか見えんていないかのよう。お前たちはみんな私に食わせてちょうだい。西洋人形がひらりと舞った。一瞬で終わらせたと。保健室にヒガンマンと名乗り恐ろしい妖怪が住み着いている。その噂はやがて学校にバックをする妖怪たちで知られるものはないほどになった。強い妖怪を喰らえばそれだけ大きな妖力を得られる。だから強さが知れ渡ることはさらなる死闘を呼び寄せることとなった。ヒガンマナは敵を貪るとき楽しくもなければ悲しくもなかった。彼女にとって自分の存在する目的は一つだけ、ただ生きること。そして生きるためには誰よりも多くの妖力を得て強さを身につけなければならない。だから日々常に何者かと殺し合い、あるいは騙し合い、時には姿を隠して逃れ、裏を書いたり、あるいは書かれたり。彼女の毎日は殺すか殺されるかの二つだけで全て表現できた。彼女はとりあえずのところまだ生きている。まだ生きているということは生き残れる程度の妖力を身につけたということ。そしてそれはさらなる強さを求める妖怪たちをさらにさらに呼び寄せる。懲りないな。迂闊に傷つき弱れば、好奇とばかりに弱い妖怪たちが群れてくる。しかし力をつければつけるほどに破格の獲物とばかりに強い妖怪たちが群れてくる。ヒガンバナにとって今日まだ命があるのは己が強いからではない。彼女が強いのは今日まで生き残ったことに対する結果でしかない。彼女にとってまだ命があるのはただ幸運だったに過ぎないと思っていた。今日を生き残れたって明日も生き残れる保証はない。自分が今日を生き残ることと引き換えに誰かを殺して食らったように、明日は誰かが私を殺して食らうかもしれない。そんな視線を潜り続ける日々に彼女の表情は喜びやおろか怒りや悲しみさえ浮かぶことはない。ただただ今日を生きるためだけに誰かを食らい続ける、そんな感情なき肉 肉食植物のような日々。まあ、ヒガンバナですからね、花だもんね。時に静寂が訪れる。そんな時彼女は屋上を好む。そして強い風に長い髪を散らし、感情なき一輪の花のようにそこに佇むのだ。今日も生きている。生きていると考えることができる。生きるために生きる日々。傷つけられ、殺し殺され。それが延々と王を飲み込んだ蛇のように繰り返される日々。それをいつまで続ければいいのか。ヒガンバナには自分という存在が分からなくなっていた。いや、それは正しい表現ではない。なぜなら彼女は一度だって自分という存在が何のためにあるのかを理解したことなどないのだから。分かる頃とは一つだけ、死にたくないこと。だけれども生き続けるには日々傷つけられ、苦痛にもがき合う。死なないためだけに毎日を苦しむ。自分がなぜここにあるのか。わかるわけもなかった。今は静寂。
誰も襲ってこない黄昏時のわずかの空白。頭を空にして殺し合いの熱をわずかでも冷ます。それだけができることで、多分それだけが彼女の感じられるわずかの優越だった。今日は危なかった。アザミとスミレの姉妹に執拗に狙われ、あとわずかで殺されるところだった。あの二人取るに足らない弱小妖怪だと思っていたら、いじめを借り場に子供たちの魂をたくさん喰らい、いつの間にか侮れない妖力を蓄えた。生き延びたければ強くなるしかない。それが弱肉強食の人ならざる世界の唯一の処世術。私も生きるために狩りをしないとね。今日まで彼岸花は人間の魂を狩りの対象としたことはない。生き残るために襲い来る無数の妖怪たちを殺し喰らい、それによって妖力を蓄えてきただけだ。しかしそれだけではたるまい。積極的に狩りをし、より多くの妖力を蓄えなければ、それが生き延びるためにできる唯一の努力。人間の獲物、誰でもいい。どこかに適当な誰かがいないものか。ふと眼下を見下ろすと、そこは校舎裏。数人の男子の人だかりがある。どうやら彼らの狩りらしい。人間もまた狩りをする。集団で個人を攻撃して、その魂を狩り取る、いじめという名の狩り。それが一段落し、彼らはその場に犠牲者を残し、立ち去っていく。食いかすか。どこの誰だか知らないけれど、ふと見下ろしたら目についた。狩りの動機はその程度でいい。ヒガンマナは屋上よりふわりと飛び降りる。いじめられていた少年は、よろりと起き上がり、木陰にしゃがみ込んでいた。そして大事そうに抱えていたスケッチブックを広げ、鉛筆を走らせ始める。変な子。ついさっきまでいじめられていたのだ。それから解放されて最初にやることが、涙を拭うことでもなければ、地団駄を踏むことでもなく、スケッチブックを広げることなんて。ヒガンバナはふらりと少年の前に降り立つ。人ならざる者の姿は人間には見えない。稀な例外を除いて。だから少年の目が確かに自分の姿を追って、ヒガンバナはわずかに驚いた。おお、新しい男の子来た。君、今空から降りてきたよね。あなた、私の姿が見えるの？それがヒガンバナにとって初めての人間との会話だった。BGM が。ちょっと一回時間確認していいですか？すいません。はい。まあ、ちょうどいい時間ぐらいだったんで、一旦ちょっとここで切らせてもらいますね。新しいね。まあ、ヒガンマンを囲ばなっていうことで、まあ、新しい少年が出てきたんで、次回やっていきますんで、次の夜もよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。